昨日ですね、小室圭さんが、ようやく4ページ、本文24ページ、計28ページの文章を、公開されまして、でそれを読んで、僕はレスポンスビデオっていうんですけど、感想を書いたんですけど、言ったんですけど、その主なメッセージだったのが、非典型的っていうか、非常に、普通だから世間が、期待している、その反応、小室さんからの反応ってああいうもんじゃなくて、もっとね、気持ちを前面に押し出した、元婚約者の方に対しても、そういう配慮がある、そういう文章だったら、きっとパブリックリレーションズ的には、良かったんだろうけど、そういうこと、おそらくだから今回、パブリックリレーションズの専門家が入ってないんだろうと思われるんですけど、ちょっと、すごい非常に非典型的な、個性のある文章だったなっていうふうに申し上げて、で、それは実は、小室さんのその今回の、なんていうか、文章を救うためっていうところもあったんですよね。そういうふうに受け止めるしかないよなみたいな、ちょっとだからあまりにも想定外の個性を持った文章と、その想定外の思考性の反応があったんで、ちょっと戸惑ったっていうのが、で、そういうふうに言うと、あ、小室さんってそういう個性の方なんですねっていうことで、救済できるかなと思ったところなんですよ。つまり、昨日も言いましたけど、やっぱり日本国憲法の精神に、を参照するまでもなく、今日においては結婚というのはね、やっぱりお互いの、その片方が皇室の方であろうとも、小室さんが将来、天皇になられてある悠仁さまの叔父になる立場になるとしても、おじじゃないか、義理の兄弟、義理の兄か、義理の兄になる立場になるにせよ、原理原則としてはやっぱり本人たちの意思が、大事だってことがあるから、だったら小室さんと眞子さまのお気持ちがそうである限り そういうふうになるしかないだろうっていうこともあり、あの文章をなんとか救えないかなと思って、ああいうリスポンスをしたわけなんですけど、ただ私のその小室圭さんの文章を読んで思ったことというですね、ビデオに、今のところ104のコメントが ついてて、その反応は極めて激烈なネガティブですよね。こういう反応になることは、あの文章を読んだってか、あの文章の長さとか、その趣旨とか、そういうものを見ると、ある程度予想できましたけど、ここまで、90何パも用語論はほとんどない感じで、もう激烈な反発みたいな感じで、僕はそれはもうそうだと思うんですよ。で、日本、これ、ちょっと昨日と違った視点からこの話を論じたいんですけど、やっぱり僕、日本の皇室というか、日本人が一番大事にしてることって、なんか心がすっきりすることっていうかね、すがすがしくなることなんだと思うんですよ。これはおそらく日本人の伝統的な文化なんだと思うんですよ。いろいろごちゃごちゃ、要するに、なんていうか、言葉を重ねたりとか、そういうことを嫌うのが日本の伝統的な文化だと理解してるんですね。それがいい悪いっていうよりも、そういう文化で、そうすると、そういういろいろ理屈、小室さん、非常に自分、ご自身では聖地だと思ってる、文章を、貫いて、で、ああいう28ページにわたる文章を公開されたんですけど、おそらく、日本人が皇室という、もう本当に伝統文化を担ってくださってて、本当に大変なね、日々努力をされてらっしゃる、本当に頭が下がるんですけど、天皇陛下、皇后陛下はじめとしてね、上皇様、上皇后様、僕は本当に日本の皇室に対しては尊敬の気持ちが強くあるんですが、そこで大事にされてる文化っていうのは、もっと、なんか、すがすがしさとか、清らかさとか、そういうことなんだと思うんですよ。それが日本の伝統的なその価値観なんだと思うんですよ。で、小室さんが今回、もしですよ、事前にパブリックリレーションズ的な視点から、なんていうか、もしこういう文章なり何かのレスポンスするんだったら、やるべきだったことは、その元婚約者の A さんに対して、誠意を尽くして、お金返すんだったら返して、申し訳ありませんでした、ありがとうございましたっていう、そういう気持ちを示すことが、なるべく何よりもやるべきことだったんですよね。で、これ別に日本だけじゃなくて、
国際的に見てもパブリックリレーションズってそういうもんなんですよ。人間ってどこでも変わんないんで、これがアメリカでもイギリスでもパブリックリレーションズの視点からは、ああいう技術的な細かいことをいろいろごちゃごちゃとは言わないですね、書き連ねるよりは気持ちを前面に出して A さんに対して本当にありがとうございますと、ね、眞子さまに対して本当に心からお慕い申し上げてますと、一応大事にしますと、ね、で、いろいろありましたけど、こうやって今勉強にニューヨークでいろいろ励んでますと、自分の過去には至らないところもあったかもしれませんと、特に A さんに対する態度とかね、そういうこと自体あったけどかもしれませんけども、本当に前向きに頑張りたいと思うので、温かく見守ってくださいみたいなことを書いたら100点だったと思うんですよ。みんな納得したと思うわけで、その文章このタイミングで出されて、それがあの内容だったんで、おそらく愕然としたというのが本当のとこだと思うんですよ。鹿島神宮に要石っていうのがあって、その要石がその地震を起こす大ナマズを抑えてるっていう、そういう伝承があるんですけど、まさかこういう文章が出てくるだろうとは思わなかったってんで、ちょっと呆然としたっていうのが本当のとこなんだろうなと、多くの国民の方ので、僕はその脳科学やってるんで、非典型的な個性の方に慣れてるというか、まあそういうことをよく見てるんで、だからその僕はそういう、ああいう昨日ああいう形でビデオでレスポンス出すことで小室さん、それ眞子さんも救えるかなと思ったんですけど、でもコメント見てるとダメみたいですね。やっぱり日本国民の捉え方としては、今まで言ってきたように、その清々しさとか誠意とか表裏のなさとか、そういうことがやっぱり一番大事にされるんで、ましてや皇室の、眞子さまとご縁があるっていう方は、そういう方であってほしいという気持ちがあるわけで、そういう文化的な文脈とかそういうことを理解されて、小室さんがそういう線にとったコメント出されたら、きっともっと良かったんでしょうけど、あのようなその言葉を尽くすというか、公言霊職少なし人と言いますけど、なんか一番やってはいけないレスポンスをやってしまわれたんだろうなっていう感じがしますね。だからもうこれもしょうがないんで、怒ってしまったことはしょうがないんで、であのような小室さんの反応が、まあ今ニューヨークの法科大学院で学んでらっしゃって、それ過剰適応である可能性もありますよね。だからその周りで今英語でああいう文章を書くとか、そういう文化があって、もともとパラリーガーで日本の法律事務所で働いてて、でその中での法律的な議論の仕方とか、そういうことに対して一生懸命適応しようとされてて、まあ、小室さんだからそういう真面目な方かもしれないんだけど、その結果ああいう文章になってしまったってことあるかもしれないから、なんかそうだとしたらやっぱりなんかやり直せると思うんですよ。これだからもうちょっとその今申し上げたような誠意っていうか、すがすがしさとか、真心が通じるような文章を短くでいいから出すべきだったと思うんです。あと24ページにあたる本文の中で僕すごく気になったのが、元婚約者の A さんにお金を返そうとした時に、弁護士のアドバイスで、いやそれをすると借金だと認めていくことになっちゃうから、やんない方がいいですよって言われて、あそうですかって返してないって言うんだけど、あそこら辺がおそらくね、小室さんにアドバイスされた弁護士さんが本当にそういうことをおっしゃったらどうか分かんないんですけど、ちょっとおそらく多くの人の気持ちが離れちゃうところだと思うんですよ。いややっぱりそれは返した方がいいんじゃないですか、もしA さんがね、なんかその小室さんがその A さんの目的が本当に借金返済のことなのかわからないみたいなことをお書きになってるんだけど、いや誠意を見せるってそういうことじゃない気がするんですよ。その A さんがなんか気持ちで落ち着かないところあるわけでしょ、小室さんのお母様と小室圭さんといろいろ向き合ってる中で、人の気持ちってのはさ、いろんなことで動くわけじゃん。でそれはその400何万を、返してくれればそれで済むっていうことじゃないかもしれないんだけど、でも400何万をお返し、少なくとも どうぞもしよろしければっていうようなことも含めたある種の向き合い方で、A さんの気持ちも収まっていくものなのかもしれないじゃない。だから弁護士のアドバイスって僕はちょっと理解できないんですけど、そうすると借金をしてたってことを認めることになるからって、まあそういうこといかにも弁護士って言うのかもしれないんだけど、弁護士の知恵ってのは別に世間の知恵とは違いますよね。
なんでそのやっぱりそのパブリックリレーションズというか、もう最も高度なパブリックリレーションズの知恵が必要とされる局面だったわけですよ。これはここはもう健康一滴というか、もうここで何をやるかでひょっとしたら大逆転して、あの国民がね、眞子さまと小室さんの結婚を祝福する気持ちになったかもしれないわけですよね。だけどこの長文の文章の提出ということで、それと違ったことを小室さんやられてしまったんですよね。小室さんもしニューヨークからご覧になってたら、見てないと思いますけど、僕はだから冒頭に申し上げたように応援したい気持ちであのビデオを出したわけですよ。あのだって冒頭に言ったように、やっぱり2人の気持ちが一番大事だからね。いろいろ本当にすごい特殊な状況、特別な状況があるにせよ、あのもし小室さんと眞子さまが、眞子さまも見てらっしゃらないと思いますけども、まあ、もし見てらっしゃったら万が一ね、あのお二人の気持ちが一番大事だったのが近代とか現代社会の大原則だと僕は思ってます。だからもし小室さんと眞子さまがそういう気持ちでいらっしゃるんだったら、そういうふうになるということなんだと僕は思ってますよ。だからその助け船ってわけじゃないんだけど、あのアシストになるかなと思って、昨日ああいう、いや小室さんってこういう個性なんですねっていうビデオを出したんですけど、お二人をね助けようと思って。だけどやっぱり反応を見てると激烈なネガティブですね。だからそれは今申し上げたように、気持ちっていうものをどう整理するかってことが一番大事なことだったんだと、大事なことだと、 今でも。だからもし今後、そういう形で何らかの文書とか見解を出される予定があるのであるならばですね、今申し上げたような原理原則、 A さんの、気持ちを含めて、あのそういうように寄り添った真心の見せ方、すがすがしさの見せ方、まっさらな気持ちの見せ方、これが特に皇室という日本の伝統においては大事なことで、それにご縁のある小室さんがそういう人であってほしいって僕は日本国民の多くは思ってるんだろうと思います。だから法的な、あの弁護士のねアドバイスとかね、はっきり言ってね邪魔だと思いますよ。弁護士はそういうことについて必ずしも長けてる人たちじゃないんで、むしろ人間の気持ちとか、そういうパブリックリレーションズの、に長けた方っていうか、そういうことについて、まあいろいろ配慮ができる人のアドバイスを受けて出され、文章を出されるのがいいのかなと思います。あとですね、昨日ですね、宮内庁長官が、小室さんの言葉が丁寧で理解できたみたいなことをおっしゃったという報道があったんですけど、これは謎なんですよね。西村康彦長官が非常に丁寧に書かれていると、トラブル後発覚後に行われた話し合いの件についても理解できたと。これはですね、ちょっと謎の反応だと僕は思いました。西村長官ですね、これはですね、おそらく国民の反応とは全く違ってて、西村さんは、で小村さんとしては、西村長官が、もともと警察官僚の方ですね、西村康彦さんは、東大の法学部卒業した後警察庁に入られて、大体宮内庁の幹部っていうのは警察官僚の方から、なる方が多いみたいですけど、ちょっとですね、法律のリーガルプロフェッションのセンスから、ああいう文章に対して親和性が、まあ僕もだから法学部一応出てますんでね、ああいう文章慣れてないわけじゃないんですけど、ですけど昨日のあの文章はやっぱり、西村さんは評価されてるみたいですけど、やっぱ僕はやっぱり国民の一般的な心に寄り添ったパブリックリレーションズの立場からすると極めて良くなかったなと小室さん思います。もし見てるんだったら眞子さま、国民の心はあれではちょっと説明納得させられないと思います。でこの結局西村宮内庁長官はずっと警視庁警察庁を歩かれて、あとは内閣機関次官、そして宮内庁入られたんで、パブリックリレーションズの専門家では必ずしもないと思うんだよね。
西村さんがあの支持したからって国民の気持ちはちょっとそこから離れてると思うし、あとやっぱりあの国民の世論ってのが一番大事だと思うんでね、そこをあの秋篠宮様なんかもおそらく一番気にされてると思うんで、ぜひ、今後の、もしコミュニケーションをあの、まあ、小室圭さんも眞子さまもされるんだったら、あのパブリックリレーションズの専門家、あの人の心とは何か、人の心はどう動くものか、これは世の東西変わらずなんだけど、特に皇室という日本の伝統的な文化の、まあ、守護神というか拠り所だとみんなが思っているところに関わることについては、全く別の配慮が必要だと思うんで、そのことをちょっと頭に入れていただけたらいいなと、あの心から思いました。ということで、以上昨日のですね、小室圭さんの文章に対して僕が出したビデオ、あの小室圭さんのこれは個性なんじゃないかというふうに救おうとしたビデオに対する、まあ、本当一般の方々があの激烈なネガティブな反応に対して、あのちょっとレビューをしてみました。